こんにちは、映像作家の成富です。山奥ニート、先ほどアップしたんですけども、だいぶ山奥ニートをアップするまでの3ヶ月ぐらい空きがあったんですけども、こう何をやってたのかっていうのをちょっと近況報告をしようかなと思います。まずは藤田さんのドキュメンタリーを撮ってから、藤田さんと交流がちょっと持つようになって、彼自身も、自分の YouTube チャンネルを立ち上げたということで、それのちょっと撮影編集、あとディレクションの、サポートというか、そのちょっと手伝わさせていただきました。で、最近だとネズミ先輩がゲストに来て、ちょっと3人で動画撮ってみたりして、ファミコン対決のちょっと企画動画を撮って、その後どっか飲み屋さんで3人で飲んだりもしたんですけども、最後ね、相打ちでしたけど、性格が悪い、負けた。で、僕はやっぱやりたいのがドラマとか、あとドキュメンタリーなんですけど、をやりたいよっていうのを藤田さんに提案したら、じゃあちょっとやりましょうっていうことで、でちょうどその時が6月ぐらいで、まあ撮影編集して8月にちょっと出せればなっていうので、8月だったらホラーだろうというので、3分ぐらいのファミコンショートホラードラマみたいのを作ってみたっていうのが一個やりましたね。でそれと藤田さんのドキュメンタリーをアップしたら、結構ピョコタンさんのドキュメンタリーも撮ってほしいっていうコメントもちらほらあったので、ピョコタンさんにオファーを、ドキュメンタリー撮らせてくださいっていうオファー出したら、ちょっと断られまして、でその代わりに逆オファーみたいな感じで、あなたの家行ってドキュメンタリーどうですかみたいな感じだったんで、でそれでうちにピョコタンさん来て一緒に生配信をやったって、あんまり僕自身が出るのが好きじゃないんですけど、まあいいかなっていうことで、一緒にうちで生配信したっていうのと、で成富さんのところだと藤田さんのは確かに8万再生とかされる、あれは結構良かったですけど、そうですね、でもチャンネル自体はそんなにしょぼいですよね。はい、はい、今この一応概要欄下についてますけど、別にその NHK と比べたらちょっとしょぼいなと思って、はい、もうちょっとじゃあ大きくしてから来いよみたいな。そうです。もうちょっと大きくなったら検討しますって。 NHK で晴れるチャンネルになったら、はい、成富のりゆきチャンネルでしたっけ。そうですね、はい、そうなんですよ。すんません。あとはですね、山奥ニートの裏話をちょっとしようかなっていうのがあって、山奥ニートいろいろと和歌山の限界集落にちょっと足を運んでビデオ回していろいろいい刺激を受けたんですけど、帰りの車代2000円くださいっていうので、それはもう1時間半もかけて行くので、それはもう2000円は車代なんですけど、全然払うつもりだったんですけど、帰り際全然忘れてて、で石井さんも忘れてて、払いそびれて後で銀行で振り込みしました。ありがとうございます。1時間半のドライブですからね。そうっすよね。あ、2000円払ってくださいよ払いますけどそのあと共生者でに暮らしてるヨシさんっていう人がいて、ヨシさんがドミニオンっていう面白いゲームあるんでやりましょうよっていう風な声かけてくれて、やったらそれハマって、ドミニオンっていうのがカードゲームで、まあボードゲームなんですけど、すごい海外のボードゲームで、こっち戻ってきて自分家戻ってきて速攻買ってちょっとハマってるっていう。でもやる人があんまいないんで、ちょっとドミニオン人口を増やしていきたいですね。あと僕のドキュメンタリーチャンネル見てくださって、ホームページの方から撮影の依頼が来て、ドキュメンタリーを撮ってほしいと。で自分のホームページ用ので歯医者さんから来たんですよ。それはちょっと嬉しかったですね。打ち合わせの時もまあ、動画の打ち合わせもするんですけど、僕のインドの話とか、その歯医者さんもインドに若い頃行ってたと。
そこで結構話が盛り上がったりして楽しかったのがありますね。そう、あと僕の好きな映画監督、僕の好きな映画監督は岩井俊二監督で、そう、岩井さんにコンタクトをしたら、まあその時ちょっとアルバイトスタッフみたいなのを募集してたんで、そこにちょっと入れて、の編集作業をちょっと関わらせてもらったっていうのがあって、その作品が花とアリス殺人事件っていう作品なんですけど、なのでちょっと僕の名前がスタッフラオールのどっかしらにあるんで、 DVD 借りて見た人とかはちょっと探してみてください。どっかしらに載ってるはずなんで。で、あと今後について、今後はまあドキュメンタリーも編集ちょっと溜まってて、編集して何人か溜まってるんでどんどん出していきたいのと、あとドラマをちょっと藤田さんのホラー映画がまあそれなりに再生回数全然いかなかったんですけど、コメントとかは面白かったっていうのもあって好評で嬉しかったんで、ちょっと続編をね、カメラに吸い込まれた藤田さんどこに行ったのかっていう続きをちょっとやりたいなと思ってて、それはね、ぴょこたんさんも、あの人は演技ちょっとうまい、意外とうまいんですよ、ぴょこたんさんの演技が。なんでぴょこたんさん演技うまいんで、藤田さんとぴょこたんさんの演技のこの芝居の掛け合いみたいのをちょっと見てみたいのがあって、続編をちょっと今年中ぐらいに作れたらいいなっていうのが今後の目標ですね。で、今後もちょっと YouTube にドキュメンタリーやら 何やらをちょっとアップしていくんで、よろしくお願いしますということで近況報告動画でした。今日話した内容の動画の URL とかは下の方に貼っておくので、興味ありましたらちょっと見て覗いていただけると嬉しいかなと思います。今後ともよろしくお願いします。